箱館大戦争の図、長島毛沢が箱館戦争は、母親戦争の局面の一つで、新政府軍と旧幕府軍との最後の戦闘である。旧幕府軍の江戸地での根拠地から五稜郭の戦いとも呼ばれる。この戦いの最中に、江戸が母親から土の富に変わったことから、騎士の役と呼ばれることもある。慶応4年4月、江戸城無血開城により、母親戦争は、 北陸、東北へ舞台を移した。5月、新政府が決定した徳川家への招致は、るが、東東海70万国への原報というものであった。これにより、約8万人の爆心を養うことは困難となり、多くの爆心が、六頭に迷うことを憂いた、海軍副総裁の江本武明は、江戸地に旧爆心を移住させ、北方の防備と開拓に当たらせようと格索する。 榎本は新政府への軍艦の引き渡しに応じず、4月12日、悪天候を理由に艦隊を、立山沖へ移動。標準派のかつ海州の説得で品川沖に戻り、富士山丸、観光岩、朝日丸、昇格丸の4隻を新政府に引き渡すが、海洋など主力艦の温存に成功した。7月、榎本に対して、仙台藩を中心とする奥越列藩同盟から、 支援要請があり、8月20日、海洋を機関として8隻からなる、旧幕府艦隊が品川沖を脱走し、仙台を目指した。江戸へ向かう、旧幕府軍品川沖を脱走する旧幕府艦隊左から、三河穂丸、長芸丸、関林丸、海洋、海天この江の元艦隊には、若年より、長井久し、陸軍武行並み、松平太郎などの重役のほか、 大塚角野城や、丸、毛利久しなど将棋隊の生き残りと、瞳翔太郎や岩八郎などの遊撃隊、そして、旧幕府軍事顧問団の一員だったジュール・ブ・デュネと、アンドレ・カズ・ヌーブラ・フランス軍人など、総勢2004名が乗船していた。榎本艦隊は出港翌日から悪天候に、見舞われて離散し、関林丸、三日穂丸の二隻を失いながらも9月中頃までに、 仙台東名浜沖に集結した。直ちに艦の修繕と補給を行うとともに、省内藩支援のために、千代田方と陸兵約100名を乗せた長崎丸を派遣した。しかしその頃には奥上津列藩同盟は崩壊しており、米沢藩、仙台藩、藍津藩とおもだった藩が相次いで降伏。省内藩も援軍が到着する前に降伏し、これにより、 東北戦線は集結した。江本艦隊は、幕府が仙台藩に対応していた、運送船、大野豪丸、法王凰丸を加え、桑野藩主、松平定明、微中松山藩主、板倉勝清、唐津藩政氏小笠原おさ不評奉行、大鳥圭介、旧新選組副長、肘方歳三らと、旧幕臣からなる伝習隊、正木先隊、 仙台藩を脱藩した、学兵隊などの兵を収容。江本艦隊は、艦軍の仙台上入場を受けて、10月9日、東米浜から、押鹿半島基部の織浜に移動。その際、平方口総督史上高唄宛に、旧幕臣の救済のため、江戸地を開拓するという内容の探願書を提出する。旧幕府軍は4000名余りに膨れ上がったため、 戦闘になることを恐れた仙台藩は、石巻の交渉を通じて、榎本武明に大量の兵糧や物資を提供し、退去してもらうよう交渉した。榎本はこれに応じ、艦隊に、精兵2000余りを抽出乗船させ、10月12日に折浜を出港し、都湾に向かった。取り残された旧幕府軍は死産したが、逃げ遅れた100名以上の兵が新政府軍に、 捕獲されて、浜辺で次々と斬首され、町に首がさらされた。石巻を退去した榎本艦隊は、海天が、気仙沼で幕府が仙台藩に対応していた千秋丸を打宮古湾で滝木を補給、10月18日、江戸地に向け執行した。函館港には、艦軍の防備があるため、危険を犯しての敵前上陸を行わず、 まず安全な地点に部隊を上陸させれば、兵力差のある新政府軍を野戦で撃破することは、容易と考え、函館の北、内浦湾に面する鷲の木を上陸地点とし、10月21日に約3000名が上陸した。函館制圧、編集明治新時には、正木、江差市周辺の正木藩領を除き、江戸地の大部分は幕府が直轄し、 箱館奉行が置かれていたが、新政府はこれに代わり、箱館府を設置した。幕府直轄時代には、大武諸藩が、江戸地に兵を派遣していたが、東北戦争に伴いことごとく撤兵し、防備兵力は、わずかな箱館府兵と正木藩兵のみとなっていた。かかる中、江ノ本艦隊の北行が判明したため、箱館府は援軍を要請。一番。 近い広崎藩から過労杉山なる地以下4小隊が10月19日、秋田に入港していた福山藩兵約700名、及び大野藩兵約170名が、野田広道に引き入られ10月20日に、函館に到着、これらで、旧幕府軍を迎え撃つこととなった。旧幕府軍は上陸後、大鳥圭介率いる隊が峠した。 七十方面から、肘方都三率いる隊がしかべ、川急峠を経て、湯の川方面からと、二手に分かれて、函館へ向けて進軍するが、無用な戦闘は意図しておらず、まずは、函館府知事、清水谷金なるに使者を派遣した。新政府への嘆願書を携えた、見翔太郎、本田孝七郎ら三十名が先行するが、明治元年10月22日夜、 峠下に宿営中、函館府軍の奇襲を受け、先端が開かれる。五稜郭本人新政府軍が函館に迫ると、この本人の首脳が、官報射撃の標的となり、旧幕府軍では慌てて、首脳を取り壊した。五稜郭設計図10月24日、瞳たちと合流した、大鳥軍が王の村と七0村で、函館府軍を撃破し、肘方軍は、川急峠で、 箱館府軍を敗走させた。各地の敗戦を受けて、清水谷金なるは、五稜郭の放棄を決め、新政府軍は25日に、秋田藩の陽春丸とチャーターした、プロシアのタイパン洋行に乗船し、青森へ退却した。旧幕府軍は10月26日に、五稜郭へ無欠入場し、榎本は艦隊を箱館へ入港させた。旧幕府軍は上陸後5日で、 箱館を占領することに成功した。なお、10月27日、旧幕府軍の箱館占領を知らずに入港してきた、秋田藩の軍艦高尾を打破している。正木藩との戦闘、編集へぞ地を本拠とする正木藩は、過労、正木影湯のもと、新政府に教順を示す一方で、奥越列藩同盟にも参加する、日和美作を取っていたが、7月28日に、 尊皇派の正義隊によるクーデターが発生し、新政府軍についていた。旧幕府軍は、正木藩に対して、幸福勧告の使者を送るが殺され、戦うことを決意する。10月27日、肘方都三を総督として、正義隊、非対兵隊、小吉崎隊などからなる700名が、正木城に向けて出陣。11月1日に、尻内で宿営中に、 マサキ半兵の奇襲を受けるが撃退し、11月5日にはマサキ城に到達した。その間、11月1日に万竜がマサキを砲撃している。マサキ城はすでに10月28日、藩主、松前徳広が内陸の館城に移動しており、貨兵しかおらず、絡めて門から攻撃された城兵は城門を開いては、大砲を発射しまった閉じることを繰り返す守備を、 行ったが、数時間で落城。正木兵は城下に火を放ち、江差し方面へ敗走した。箱館政権の閣僚後列左から小杉、正幸ゆ榎本津島、林忠松岡万吉、前列左から荒井久之助、江本武明11月12日、旧幕府軍は、星潤太郎率いる。 学兵隊を先方とする500名がマサキからエサシに向けて進撃。途中大滝陣屋を陥落させ、15日、エサシに迫ると、すでに、マサキ兵は敗走、エサシ攻略の支援に来ていた海洋を中心とする海軍によって、無血占領をされていた。しかし、この夜、天候が急変し、風浪に押されて海洋は座礁する。函館から開店と、新速丸が、 海洋救出のために江差市に到着したが、新速丸も座礁。那須術なく総員退官した海洋は数日後に沈没。これにより、旧幕府軍は、政海圏の維持が困難となり、新政府軍の江戸地上陸を許すことになる。他方、11月10日、松岡志郎二郎が率いる一連隊など500名が、五両閣を立ち、二股を経て、 正木藩主が寄っていた屋形城攻略に向かった。11月15日に屋形城は落城するも、藩主は11月12日に屋形城を退去正木藩領北端の熊井市へ退いていた。22日、熊井市に到着すると、藩主は、君臣男女64名と共に船で、広崎藩へ逃亡した後だった。 残された正木藩市役300名が一連隊に投稿。これにより、江戸地平定は完了した。箱館政権樹立。編集12月15日、江戸地を平定した旧幕府軍は、箱館政権を樹立。総裁は入れ札によって決められ、江本武明が総裁となった。榎本は十二月一日に、江戸地の開拓を求める。イギリスび、 フランスの軍艦に託したが、両国公使から嘆願書を受領した右大臣、岩倉智美は12月14日、これを却下した。また、旧幕府軍は、なお、沈没した海洋の乗組員は、開拓法となり、開拓奉行となった艦長、沢田老左衛門と共に、室蘭の守備と開拓に充てられている。なお、旧幕府軍は、軍資金を確保するため、 合商らから御用金を調達したほか、一本機に赤章を設け通行税を徴収、さらに貨幣を渡ししたことなどから、箱館住民の評判は良いものではなかった。このため、箱館府にいた村山次郎のもと、遊軍隊というスパイ組織が作られ、旧幕府軍の支柱係の下役や延転台場に大使として潜入した者もいた。詳細は、蝦夷共和国を、 参照東館10月30日、旧幕府軍による函館選挙の通報が東京に届き、新政府は直ちに津半平、岡山半平、久留米半平契約1000名を回路で青森に送った。11月6日、大宇政東軍参謀であった山田昭義が長州半平、徳山半平を率いて秋田から青森に入り、11月9日、 青森口陸軍参謀に就任。そして11月19日には、旧幕府軍追悼令が出され、11月27日、青森に避難していた函館府知事、清水谷金なるが、青森口総督を兼務することとなった。しかし、冬季作戦等の準備は全くないので、函館政党は、翌年の雪解けを待って開始することとして、青森周辺に投影した。陸軍は、 明治2年2月には、正木藩、広崎藩兵を中心に、約8000名が青森に集結した。一方、海軍は、アメリカの局外中立撤廃を受けて、品川に係留されていた、最新鋭の装甲軍艦鋼鉄を2月に購入するとともに、増田虎之助を海軍参謀として、諸藩から軍艦を集めて艦隊を編成した。3月9日、 新政府軍艦隊の軍艦4隻と、豊康丸、母新丸、明日、風丸、昼丸の運送船4隻は、鋼鉄を機関として、品川沖を青森に向けて出版した。旧幕府軍は、新政府軍艦隊が、宮古湾に入るとの情報を受けると、鋼鉄を脱出する作戦を立案する。3月20日、海軍武行、荒井育之助を指揮官として、陸軍武行並み。 土方かたとしぞ100名の陸兵を乗せた海天と万流、函館で打破した高尾の三観は、宮古湾に向けて出港した。海天の戦闘3月23日、暴風雨に遭遇した三観は、統率が困難となり、終結地点である山田湾には海天と高尾が到着したが、万流は現れなかった。その上、高尾は、 蒸気機関のトラブルで速力が半分に落ちており、このままだと正気を逸してしまうため、回転だけで結行することになった。3月25日創業、回転は宮古湾へ突入すると、アメリカ国旗を下ろしに正気を上げて、全速力で鋼鉄へ向かった。奇襲は成功したが、外輪船の回転は横付けできず、鋼鉄の側面に監視を突っ込ませて、 定時の形という不利な体制になったことや、鋼鉄より船高が三メートル高いこともあり、兵が鋼鉄へ乗り移りにくく、思うように戦えなかった。その上、海天の干渉から飛び降りる旧幕府兵は鋼鉄に装備されていたガトリング砲や小銃の絶好の的になり、次々と打ち倒され、戦闘準備を整えた都案内の他の感染や反撃が始まったため、 作戦は失敗し、宮古湾を離脱した。海天艦長、甲賀元吾、旧新選組の野村里三郎など19名が戦死。機関故障のため速力が出ない高尾も新政府軍の、瞬日に追撃され、田野畑村良が浜へ座礁させて火を放ち、乗組員は森岡藩に投降した。詳細は、宮古湾海戦を三勝宮古湾海戦に勝利した、新政府艦隊は、 3月26日には青森に到着。兵員輸送用にイギリス線大阪とアメリカ線ヤンシーをチャーターし、4月初には都会準備が完了した。海陸軍参謀山田明義率いる新政府軍1500名が4月6日に青森を出発、4月9日、早朝、乙部に上陸した。旧幕府軍は上陸を阻止すべく、 エサ市から一連隊150名を派遣したが、上陸を終えていた、新政府軍戦方のマサキ兵によって撃退された。陸兵が小競り合いを続けている間に、春日を中心とする新政府軍軍艦五隻は、エサ市砲撃を開始。エサ市の砲台は、反撃を試みるも、敵艦に砲弾は届かず、エサ市奉行、松岡志郎二郎ら旧幕府軍は、マサキ方面に交代した。 新政府軍が江差市を奪還すると、4月12日には、陸軍参謀、黒田清高率いる2800名、4月16日にも、増援が江差市へ上陸し、正木口、彦内口、二た口、庵野路口の4つのルートから函館へ向けて、進軍を開始する。一方、旧幕府軍では、4月14日、 仙台藩を脱藩した、二関源氏率いる未国隊400名が、イギリス戦で鷲シの木近くの砂原に到着し、室蘭及び函館防備に投入されている。マサキの戦い、編集4月11日、マサキを守備していた、伊庭八郎率いる遊撃隊と、春日左衛門の率いる陸軍隊を中心とする部隊500名が、餌子奪還のために出撃する。 ね、根武田付近で新政府軍の石膏を蹴散らし、翌日には一気に茂り草まで進出、新政府軍は江差市まで退却。このまま江差市奪還を目論んだが、新政府軍が後方の木庫内に進出中との情報を受け、正木へ撤退する。4月17日、新政府軍は正木を攻撃。新政府軍の艦砲射撃に加えて戦力差は、 歴然としており、40名以上の戦死者を出した、旧幕府軍は、正木城を放棄して、尻内まで敗走した。木古内の戦い、編集木古内では4月12日、陸軍武行、大鳥圭介の指揮下、電集隊、機体兵隊などが駆けつけ、道地を守っていた、将棋隊などと合流し、500名が不人。新政府軍の石行と小競り合いを繰り返していたが、 マサキから配送してきた部隊を取り込み、木古内周辺の要所に部隊を配置していた。4月20日未明、木古内口の新政府軍が総攻撃を開始すると、昼頃まで激戦が続いた。旧幕府軍は、機体兵隊と遊撃隊などが最後まで踏みとどまっていたが、70名以上の死傷者を出して泉沢まで交代した。その後、 本田孝七郎率いる伝習隊などの援軍も加え、尻打ちに孤立した将棋隊など300名を救うために再び木古内へ向かう。孤立していた部隊も木古内突入を決め、攻撃を恐れた新政府軍が撤退し、木古内奪還に成功する。しかし、旧幕府軍は木古内を放棄し、地形的に有利なヤフライまで後退し、砲台と強壁を構築して布陣した。 ヤフライの戦い、編集新政府軍は、木子内で木子内口と正木口の軍は合流。その後、補給を整えた新政府軍は、4月29日、陸軍参謀、大田黒コレノブが1600名を率いて、本堂、海岸、山上の3方からヤフライを攻撃した。旧幕府軍は、鋼鉄、カスガ島による、艦砲射撃で消棄し隊機体の大隊長、 天野慎太郎や長井苦震災など多数の死傷者を出し、総崩れとなった。大鳥慶助は富川で部隊の立て直しを図ったが、果たせず、有川まで撤退。有川では江本武明自ら指揮を取るが、旧幕府軍は完全に崩壊、函館方面へ配送を始める。旧幕府軍は、この戦闘で160名の戦死者を出している。二股口の戦い。 編集、肘方歳三の指揮下、小吉先隊、伝習隊からなる300名は、4月10日に、大場山に到着し、2日がか,かりで16カ所に強壁を構築、新政府軍を待ち構えた。13日正午過ぎ、700名の新政府軍が攻撃を開始し、対する肘方軍は強壁を盾に、小銃で防戦。数で勝る、新政府軍は、 次々と兵を入れ替えて攻撃を繰り返すが、肘方軍は雨の中に小隊ずつが交代で小銃を撃ち続けた。翌14日早朝、新政府軍は疲労困憊して稲倉市まで撤退した。旧幕府軍が撃った弾丸は3万5000発に及び16時間にわたる激闘であった。22日、新政府軍は再度攻撃を試みるが、肘方軍はこれも撃退。 23日午後、そのまま夜を徹しての大激戦となる。24日未明には、立川重太郎を率いる伝習士艦隊が抜刀して、敵中に突進、混乱する新政府軍を敗走させる。それでも新政府軍は次々と新しい兵を投入し、旧幕府軍は熱くなった重心を水桶で冷やしながら、小銃で汚染し続けた。25日未明、 ついに新政府軍は撤退。これ以降、新政府軍は二股口を迂回する道を山中に切り開き始める。4月29日、ヤフラインが新政府軍に突破されると退路を断たれる危険があった。ヒジュカタ軍は五稜郭への撤退を余儀なくされる。詳細は、二股口の戦いを参照弁天が今4月28日に、青森口総督。 清水谷金なるが江差市から上陸し、5月1日以降、まさき、木古内から進軍した東下軍と二股から進軍した南下軍が有川付近に集結、函館攻撃の態勢を整えた。廃食濃厚となったため、5月2日、ブルネラフランス軍人は、フランス戦で函館を脱出した。旧幕府軍は、 大鳥ケースケラが、七重浜の新政府軍を数度にわたって襲撃したが、5月8日に、榎本自ら出陣したオーカーへの野襲は、失敗に終わっている。5月11日、新政府軍は、函館総攻撃を開始、海陸両方から函館に迫った。函館湾海戦、編集急爆不海軍は、自らのミスから新政府軍に、千代田型を奪われていたが、5月3日夜、 遊軍隊のスパイ、斉藤淳三郎により、弁天台場の大砲が使用不能にされ、急遽、函館湾に綱を付設したものの、5月6日に新政府軍により切断され、軍艦を函館湾に進出される。5月7日の海戦で海天が蒸気機関を破壊され、意図的に浅瀬に乗り上げ、浮き放題となる。 5月11日の海戦では一石残った万竜が新政府軍の朝日を撃沈し、旧幕府軍の士気は大いに高まったが、砲弾を打ち尽くした万竜も座礁の上、乗組員は上陸して弁天台場に合流した。詳細は、函館湾海戦を参照4両角方面の戦闘。編集4両角のドルイアと旧幕府軍では、大鳥圭介が、 五稜閣北方の侵入路にあたる亀田振動や、貴郷屋などに電習不評隊、遊撃隊、陸軍隊などを配置して、指揮を取っていた。5月11日創業、新政府軍4000名が退去して押し寄せてきた。大鳥は東西を奔走し、自ら大砲を撃って力戦したが、夜には五稜閣に撤退した。また、旧幕府軍が五稜閣の北に急増した四稜閣では、 松岡四郎次郎率いる一連隊が防戦していたが、五稜閣との中間に位置する権限台場を新政府軍に占領されると大路を断たれることを恐れ、五稜閣へ敗走した。背後への奇襲上陸、函館市外の戦闘、編集一方、同日未明、豊康丸と昼丸に分譲した陸軍三謀黒田清高率いる新政府軍700名が、 やいに紛れて、箱館山の裏側に上陸した。豊康丸の部隊は、西北側の山城のパックから上陸し、弁天台場の背後を脅かした。黒田直卒の飛龍丸の部隊は、西側の寒川付近に上陸し、絶壁をよじ登って、箱館山の山頂に到達。山頂にいた、旧幕府軍艦舎兵は驚いて遁走し、夜明けまでには、箱館山を占領した。 この時、遊軍隊が函館山薬師堂で奇襲部隊を迎え、山道の案内に当たった。新政府軍の奇襲上陸に対し、函館部行、長井久氏は、弁天台場に入り守備を固め、立川重太郎が新戦組、伝習士艦隊を率いて、函館山へ向かった。しかし、山頂からの攻撃は圧倒的で、 大森浜沖の洋春からの艦砲射撃もあって一本木関門付近まで尻ぞき、さらに五稜郭まで交代した。午前11時頃には、函館市街は制圧されたが、弁天台場の旧幕府兵が材木屋に放火、芝叩く間に火が広がり、872戸を消失した。函館市街を制圧した新政府軍は一本木関門方面に進出する。 これに対して、肘方都三は孤立した弁天台場の救出に向かうが、一本目関門付近で式中に狙撃され、戦死。さらに副総裁、松平太郎が、函館打官を試みるが失敗し、五稜郭、弁天台場、千代家大陣屋のみが残るだけとなった。この間、函館病院では、院長の高松良雲が、 赤十字の精神で病院の非武装中立を歌い、敵味方の隔てなく戦傷者の治療に当たっていた。5月11日の戦闘の最中、新政府軍が病院内に乱入する。さっき立った新政府軍と患者を守ろうとする高松の間で、押し問答が続いたが、薩摩藩士、山下喜次郎が高松の主張を聞き入れ、病院の門前に、 殺衆隊改めの墨書きを残して退いた。文院の交流時では、非武装が徹底されておらず、正木藩兵、広崎藩兵により十数名が殺害、放火されている。5月12日には、五稜郭に対して、函館湾の鋼鉄による、官報射撃が始まり、小屋作材門が重傷を負ったほか、死傷者が続出した。また、旧幕府軍では、脱走兵が相次いだ。 5月12日夜、新政府軍参謀、黒田清隆の命を受けた、軍艦、村橋久成、官軍、池田次郎兵衛が、諏訪杉吉の見舞いと称して、函館病院を応報。諏訪に幸福交渉の仲介を頼もうとするが、品死のため、高松良運らと協議し、高松と病院事務長、小野健之城の連名で、榎本に幸福を勧告する。 榎本は、士官以上を集めた、会議の結果、5月14日、これを拒絶したが、怪人に帰するには、惜しいとして榎本が、オランダ留学時に入手した、開人に関する国際法と外交に関する書物、海立前書を黒田に届けさせた。同日、榎本は、長井の口利きにより、千代家大臣屋付近の家屋で、軍艦、田島慶三らと会見した。は降伏勧告を、 改めて拒絶するが、五両郭にいる傷病者の構想を申し入れた。二百五十人の傷病者はその日のうちに湯の川へ送られている。弁天台場は、漢方射撃と背後の上陸部隊の攻撃に持ちこたえていたが、艦を失った海軍兵を収容していたこともあり、兵糧が底をつき、五月十五日、長井久しいか百四十名が降伏する。同日、江のは、 五稜郭に囚われていた、新政府軍の捕虜11名を繰り返した。千代家大陣屋の陥落、編集五稜郭の全焼。千代家大陣屋にも幸福勧告の死者が訪れていたが、箱館武行並中島三郎助はこれを拒否した。一方、少将議隊長、渋沢誠一郎が大使と共に、湯の川に逃走した。5月16日、 五稜閣からの撤退命令も拒否して、中島は、裏より機時代の部からと共に、最後の抵抗をする。一時間の戦闘で守備隊は壊滅し、中島サブロスケは二人の息子と共に戦死する。これが、函館戦争最後の戦闘となった。5月16日、黒田は、海立前書の返礼として、礼状と共に、坂だるごたる、マグロゴビを五稜閣に送り届ける。 榎本はこの行為を排除し、同日の夕刻、榎本側から軍師を使わし、返礼と翌朝7時までの休戦を願い出る。政府側はそれを了承し、五稜閣に対する総攻撃開始の日時を通告した。休戦の間、幕府軍首脳側は合議の上、降伏、五稜閣会場を決定する。どうや、榎本は敗戦の責任と、 降伏する兵士の除名嘆願のために自陣しようと、したが、たまたま近くを通りかかった、大塚角野城に制止されている。翌17日朝、総裁、江本武明、副総裁、松平太郎ら旧幕府軍幹部は、亀田の会見場に出頭、陸軍参謀、黒崎与隆、海軍参謀、松田虎之助らと会見し、幹部の副罪と引き換えに、 兵士たちの観点を嘆願した。しかし、黒田は、幹部のみに責任を負わせると榎本をはじめとする、有能な人材の除名が困難になると考え、これを認めなかった。これ以上の戦闘継続は困難であった榎本が折れ、無条件降伏に同意。新政府軍が降伏の手順を明らかにする、実行過剰の提出を要求して、この会談は終了した。その後、 榎本は幸福の聖書をカメ八万宮に奉納して、一旦五稜閣へ戻り、夜には実行過剰を提出させた。5月18日早朝、実行過剰に従い、榎本ら幹部はカメの頓所へ改めて出頭し、昼には五稜閣が解除。閣内に行った約1000名が投降し、その日のうちに武装解除も完了した。ここに、 函館戦争及び母親戦争は終結した。なお、室蘭の開拓と守備に当たっていた、開拓奉行、沢田郎左衛門以下250名は、22日に投降している。函館戦争を供用と降伏した、旧幕府軍の将兵は、一旦、函館の寺院等に収容された後、広崎藩他に預けられ、ほとんどが翌年に釈放。幹部については、江本武明。 松平太郎、大鳥圭介、荒井久之介、長井久志、松岡万吉、相馬和江の7名が、東京立の口の軍務官休問所の牢獄に、投獄された。ありがとうございます。